おいで、ユウ。背中流してあげるよ。いいよ、僕。自分で洗う。男の子が前を隠すな。なんだよ。そりゃ。なに？かわいいの、かわいいの。ほれ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 。やめてよ姉ちゃん。くそだ。もう何すんだよ。母ちゃんみたいだ。そう？言ったら甘えん坊？違うよ。違うけど。大人になったね、ユウ。お姉ちゃんの気持ちまで考えてくれてるのかな。でもユウはね、まだ甘えてもいい歳なんだよ。もう少し力抜いていいからね。泣いた泣いた。やっぱり子供だ。おっぱい吸う？出ないくせに言うな！ユウ、いい子だね。いつまでもずっと優しい子でいてね。姉ちゃん今日遅いな。一緒に父ちゃんサプライズの準備するって言ってたのに。早く帰ってこないかな。なんだ？台風かな？変な天気。まゆ？まゆ？なに？もう遅刻しそう。今日で最後の投稿ね。しっかり皆さんにお別れを言ってらっしゃいね。うん。ごめんなさいね。お父さんの転勤のせいで。いいの、私は。お父さんがもっと会社に抗議でもすればよかったんだけど、お父さんどうしても無理だって言うから。あなたが了解してくれたからいいようなものの、はあ、お父さんは本当に私たち家族のことを考えようとしてくれない人だから。うん、行ってきます。私はお父さんとお母さんが揉めないでいてくれるなら。ここは？あれ？私、一人？うん、なんで泣いてるんだろう。しげにぃ？先生！篠崎さん！確かみんなと学園祭の片付けしてて。
やだ、ここどこ？なんだ、頭が痛い。ここはどこだ？ここは本館か。夢から覚めてもまた悪夢か。くそ！誰だ？誰かいるのか？今の声は。ナオミ！大丈夫か？おい！ナオミの携帯じゃないか。喋って、お母さんよ。
あの子を無事に。もしもし、あの、助けてくれ、助けてくれ、助けてくれ。うわっ！何なんだ、いい加減にしてくれよ。捨てていくわけにもいかないか。だから。びっくりしたんだよ。でね、聖子聞いてよ。なになに？振り向いたらね、岸沼がサトシの股触ってんのよ。うわー、マジ？うわ、ちょっと燃える。それ見て私、なんか岸沼をぶん殴ってやりたくなってさ。ナオミ、何それ、ジェラシー？わかんないけど、その後、あの二人すんごい喧嘩してたよ。ウケる。私も見たかったよ。いや、見てないからそんなこと言えるんだよ。そうかな。実際見たら引くよ、絶対。男子ってほんとバカだよね。可愛いんだけど。なっ、そんなこと言って、ナオミ、持田くんのく、誰かいるのか？ナオミ、バカ、何やってるんだ。どうする、どうする。とにかく首を絞めるロープを緩めなければ。待ってろ。よし、呼吸が戻った。ナオミ、しっかりしろ。今、首のロープ、ほどいてやるからな。見えない。これか。おい、ナオミ、しっかりしろ。
よし、ゆっくりだ。そう、ゆっくり呼吸を整えるんだ。サトシ。あ、大丈夫か？あんまり脅かすなよ。どうした？痛むのか？その、嫌じゃ。その、大丈夫か？首。私、どうしてたのかな？外の階段から落ちた後、気がついたらサトシがいた。記憶がないのか？ええ、階段から落ちて足がすごい音したから折れたと思ったけど、くじいた時に聖子が巻いてくれた板が折れただけみたい。篠原か。そういえばさっき声が。どこに行ったんだ？聖子は。ん？そんなバカな。さっき俺声を聞いたのに。聖子。下ろしてやろう。このままじゃかわいそうだ。喧嘩別れしたままだったの。私が悪かったのに意地張っちゃって。次会ったら結構死んでた。私のせいかもしれない。ひどいこと言っちゃったから。もう謝ることもできない。ナオミ大丈夫だ。お前のせいじゃない。さっきお前も自分で首を吊っていたのは分かってるか？私が首を？嘘。首の皮がヒリヒリして痛いよ。本当に私が？やはり記憶がないのか。きっと篠原も同じ普通の状態じゃなかったんだ。いくら悲観しても篠原は簡単に諦めて自分を殺すような真似するやつじゃないだろう。
そうだよ、ありえない。多分そういえばさっき私たちと同い年ぐらいの女の子の幽霊に言われたわ。この学校の呪いに触れていると精神を侵されて狂ってしまうって。精神を侵される？呪いも何も、こんなところに監禁されれば誰だっておかしくなるとは思うが、どっちにしろここに長くいるのは危険だってことだ。気丈なナオミや篠原でさえこんなことになってしまうんだ。俺も含めみんなヤバいぞ。一人になっちゃダメだ。とにかく早くみんなと合流してここを出ないとな。ねえ、その女の子の霊にこの空間にはもう私と聖子しかいないって言われてたのに。サトシ、どうして来れたの？そういえば校舎の雰囲気が違うな。心配する気持ち、心をかき乱す衝動、それでいいのです。行きなさい、思い人のもとへ。もう遅いかもしれませんけど。そうだ、俺もさっき高校生くらいの女子の霊に会って、気を失ったらここにいたんだ。何者なんだ一体。わかんないけど、サトシ、多重空間を飛び越えてきたとか。多重空間か。隔てた相手に会うのは難しいと聞いたっけ。なんでもない。ねえサトシ、さっき2階でユカちゃんの声が聞こえたんだけど。本当か？気を失ってる間にはぐれちまったんだよ。ダメだ、こんなところに一人でいさせちゃ。あいつ確か1階の渡り廊下を越えて。ナオミ、来てくれ、こっちだ。篠原、すまない。連れて行ってやりたいけど無理のようだ。許してくれ。聖子、大丈夫か？さっきの首のダメージで体の機能が狂っているのか。ごめん、めまいがして足がもつれて。なんか視界が。
少し休ませてやらないとな。呼吸は綺麗だし、大丈夫かな。ユカを探してくるよ。ナオミ、ここで休んで待っててくれ。一人になるのは、俺もお前も危険だが、妹をほっとくわけにもいかない。とにかく、すぐ戻ってくるよ。確か1階から渡り廊下に行けたはずだ。お母さん、殺してやる。テレビがあるのか。そういえばさっき別館の職員室で拾った TV カセット。何かの手がかりになるかもしれない。なんとか見れないかな。他がない。なんだこれは。なんで壁が。さっきはこの先に別館が。なんだよこれ。ユカ、ユカ、いい加減にしてくれよ。親がついてなきゃ売りませんって書いてあったけど売ってくれたぜハムスター。540円だったよだろ、安い命だよな。え、なんでもないよ。で、どうすんだこいつかわいいよな。お前が買うの？冗談。そんな生臭いもの。ん？じゃあなんで？すごいんだぜ。お前にも見せてやるよ。命の終わる瞬間を。よこせそれ。このカッターでな。お前、バカ、何？よく見てろよ。ユウヤ、あんた何してんの？うわ、キザミの姉ちゃん。何もしてないよ。
ハムの動物にあてがって何が何もしてないよ、バカ！まだ未遂なんだから、何もしてないだろう。たん、父うっせえな。はあ？あんたね、そういうことばっかり言ってると本当に救いようのないクズ人間になっちゃうわよ、バカ！キサミ、俺こいつ買うから連れてくな。じゃあまた明日。ったく、どうしてこんな子に。ちん、ふっつ、なんで俺が一番下なんだよ。下の兄弟がいたら超可愛がってやるのに。俺ならクソ姉やバカ兄みたいな無理解な兄貴には絶対ならねえ。妹でもいたらよかったのにな。どうしたんだい、ゆかちゃん。なんだ誰がこんなこと。いや、自殺か。すごい悪臭だ。たくさんの命が終わったんだな、ここで。ゆかちゃん、これじゃおしっこできないね。そう。行こうか。僕の妹。一人にしないでよ。
怖いよ。最初の教室に戻ってみようかな。こっちの校舎は長くいると頭痛くなるし。やだ。私たちは先生に殺されたの。鈴本さんを殺した霊たちの兄はいなかった子だ。どうしてだろう。とても寂しそうな感じ。で止めなきゃ。そっか、私
昨日から貧血始まってたっけ。それでめまいがしたんだ。休まなきゃ。
が聞こえる。人形のミカちゃん電話みたいな声だわ。近い。あっ、この子だ。文化人形がまた喋ってる。相変わらず綺麗に通るな、お前の声は。大丈夫か、篠崎。あなたこそ、どうしたの、そんな血まみれで。いや、さっきお前がいなくなった時、いきなり後ろから殴られて。平気だ。どこだか分かんねえけど、薄暗い部屋に監禁されてたらしい。子供の幽霊だの、なんかハンマー持ったでかいやつなのいたな。どうやってここまで。その後また意識が飛んで目覚めたら1階の廊下に寝かされていた。ここまで誰かに運ばれたのかな。でも無事でよかった。もう嫌、誰も死んじゃ嫌。ああ、間違ってはいません。あの子供たちの霊、一人ずつでも全員を安息に弔うことで、彼らの囚われた魂が形成しているこの多重閉鎖空間は存在を保つことができなくなるはずです。あいつらを殺した犯人の懺悔でもできなかったぞ。それそもそも犯人ってどんなやつなんだよ。あなたを襲った鉄槌を持った男。それ、よ、マジかよ。あの男の霊も暴走しているようですね。見境なく聖者を傷つけている。まずはあの男の霊を鎮めることが急務かもしれません。どうすればいいの？先生が調べた記事によると、あなたの持っているその文化人形はあの男の持ち物です。母親にもらった大事な心の拠り所だったようで、きっとそれを探しているのでしょう。ちょっと待ってくれ。先生って誰？
私のことは詮索するな。なんだこいつ。ごめんなさい。あの男の死体、亡骸がこの校舎のどこかにあるはず。それを見つけて返してやればいいんだよ。ナホさん。お友達の死はあなたのせい。なんだあれ、信用していいのか。ねえ、でも心当たりもあるの。さっきこの人形が一階を通った時泣いてたの、しくしくって。マジかよ、相変わらず気持ち悪い人形だな。探知機になるかも。子供たちを殺した犯人の死体を探す。ねえ、動いてみようよ。っていうか、怪我大丈夫？うわ、すごいコブができてるじゃない。金槌の柄がもろに頭に当たったからな。もし先んところが当たってたら死んでたぜ。殺人犯め。たまたま私が包帯持ってたからいいようなものの、巻いといてあげる。お前の階段グッズ助かるわ。
何が入ってんだよ。見てくれよ。いやよ、なんで私が。岸沼くんが見てよ。気持ち悪いな。見てみりゃいいだろ、自分で。この名札、この小学校にいた男の子のよ。あの幽霊の名前。篠崎。どうするそれ。きついな。返してあげよう、この遺体の一部を。はあ、正気かよ。嫌がる。気をつけて、目を合わせちゃダメよ。目あったらヤバいんだろう。うん、だけど子にこれを返すには、これを見せるには、正面から視界に入れるか。いや無理だろう。目合わせてこいつに突き殺されたらどうすんだよ。それにお前震えてるじゃねえか。じゃあ俺がやろう。いい。ダメ、目を合わせちゃダメ。目が合っちまった。巻き込んでこんなところに閉じ込めて、大事な私の友達を殺したあなたたちを、私は絶対許さない。篠崎。けどこれはあなたのものだから、
返してあげる。僕の下、お姉ちゃんありがとう。また地震か、畜生。しゃがんでても仕方がないか。ゆか、きっと助けに行くぞ。待っててくれ。とにかく、ナオミのところへ戻るか。赤い服の…君、待ってくれ。篠原の携帯じゃないか。見せない方が良さそうだな。
ナオミ。サトシ、もう一人にしないでよ。すまない、ユカを探しに行ってたんだ。そっか、じゃあいい。ユカちゃんいた？いや、さっきまで通路だったところが壁に戻っていて、ユカがいるはずの別館に行けなくなっていた。別館、そんなのがあるの？ああ、やはりさっき俺とユカ、森重のいた校舎とここは違うようだ。なんとか別空間の校舎に移動する手を見つけないと。そうね。ってお前、なんで保健室の外にいるんだ？さっきここでね、黒いもやもやした霧みたいな人影に襲われたの。だからまた襲われたら怖いから出てきちゃった。本当か？それはすまなかったな。ううん、でもここ何かいるからあまり近寄らないでおこう。ああ、そうしよう。この仕掛けは覚えがあるな。ま、うん、あっ、ナオミ、今だ。そう、うまくいったな。あれ、お前もこの仕掛け気づいてたのか？ええ、さっき聖子と一緒にね。そうか、俺はユカとだ。頑張ろう、きっと会えるよ、ユカちゃん。ああ、消えた？何？なんで？何ここ？すごく寒い。それに何か匂うな。真っ暗だ。どこかに部屋の電気のスイッチはないか？ええ、どこか。サンキュー。臭い。カビだけの匂いじゃないよね、これ。ああ、あれ、
なんだろう。どうした？ううん、なんでもない。なんだろう、既視感。この部屋、見覚えがあるような気がする。どうしてこんな新しい年代のものがあるんだ？私たちみたいに現代から連れてこられた人の持ち物とか。なるほど、そうかもな。でもテレビに入力端子もついてないし、バッテリーも切れてるから使えないな。気味が悪いな。ここだけは開けてはいけない気がする。天神小学校校長柳堀高峰に寵愛されていたその息子義和。校内では教師として教鞭を振るい、生来快活な性質であったが、突然発症した原因不明の脳障害から少しずつ自我を失い始める。わかりやすく表現するなら、その症状は精神の子供返りとでも言おうか。亡き母親から幼少の頃にもらった小さな文化人形を常に持ち歩くようになり、授業中に突然号泣を始め、講義を投げ出すような気候もしばしば。事件の起こる数ヶ月前にはすでに相手からの言葉を理解することはできても、自ら言葉を発し意思を伝えることは困難な状態になっていたようだ。児童4名連続誘拐殺害犯柳堀義和の口から、誘拐から殺害に至るまでの具体的な経緯が語られることはついになかった。私は犯人逮捕時に寸出のところで救出された女子児童、篠崎幸子さん当時7歳のその後を追ってみた。新聞を賑わせた犯人逮捕時の写真では、赤いワンピースの印象的だったこの女児は、現場で同い年の子供たちが次々と惨殺されるのを目撃してしまった不幸なる生存者だ。心の闇を掘り起こすようで酷であろうとは承知していたが、真実を追うためだ。計算すればすでに成人して10年以上も経っているはずだ。現在の彼女からなら犯行時のリアルな証言を聞き出せると踏んだのだ。篠崎、お前本当は強かったんだな。怖がりじゃねえよ。怖かったわよ。今もわけわかんないもの。
そうか。でもなんか今の幽霊消えたし、成仏成功っぽくね。大丈夫か。まあとりあえず拭けよ、涙と鼻水。ふっ、ああお前、俺の制服で。そういうの言わないでって言ったでしょ。ガキかよお前。ああ、ひでえ。たく。やべえな。いつもはこんなことするやつじゃないのに。篠崎。あれ？私のろうそくがこんなところに移動してる。外の通路に置いたはずなのに、誰かが動かしたのかな。なんだこりゃ、扉の鍵じゃなさそうだな。
この…なんだここは。あ、シャワーがあるぞ。苦しい。篠崎、大丈夫かよ。おい、また何か感じたのか。また鼻血か。鼻だからいいが、脳の血管でも切れたら大変だぞ。篠崎、ほらこれ鼻に詰めてろ。ありがとう。持ってるけどもらっとく。なあ、例の影響以前に体力的にもう限界か。そろそろ休ませてやらないとな。プールか。雨で向こうがよく見えねえな。よし。篠崎、ダメだやっぱり。貸しな、文化人形。風邪ひいちまうから。お前は建物の中入ってろ。俺が調べ終わるまで更衣室で待ってろよ。あなた一人で霊相手に何ができるのよ。いいから、何かあったら呼ぶからよ。その時は助けに来てくれよ。なんだ？これ以上負担をかけさせるわけにはいかないからな。
水圧調整室？まさかあいつ、冗談じゃねえぞ。篠崎いない。さっきはやっぱり。何やってんだよ、ったく。何やってんだよ俺。やっぱり目を離すんじゃなかった。俺のせいだ。くそ。どこだ。さっき波が立っていたのはこの辺か。やるからな。篠崎。おい、頼むから息してくれよ。心配させんなよ。落ち着いたか。ったく、なんでプールに飛び込んだりしたんだよ。俺が呼ばれてプールサイドに出た後、覚えてないけど、気がついたら目の前が真緑で、口の中にいっぱい水が。くそ、これも例の仕業か。騙しやがるとは。やっぱなんかあるな、あのプール。歯に何かいっぱい挟まってる。やだ、もうだ。シャワーの水出ないのか。ダメだ。口の中苦い、臭い、もう嫌。
ふざけやがって。篠崎、とりあえず雨で体洗ってみるか。雨程度じゃ口洗えるかどうかわかんねえけど。よし、行こうぜ。あとでどっかで服乾かさないとな。どうだ？うん、案外口すすげた。そうか、よかったな。あ、篠崎、さっき向こうに気になる部屋見つけたんだ。私も行く。その方がいいか。そうしよう。なんだこれ。何かのハンドル。錆びついててこれ以上回らないか。
女の子の名前。もう一人の霊が来る。逃げましょう。また喋り出したぞ。今度はどこだってんだよ。いやあ、岸沼。それに委員長、そちらも無事で何より。
どうしたの？あ、ちょっとな。お前、どこにいたんだ？別館の方にいたんだけど、さっき急に気を失ったみたいで。気がついたら、なんか校舎の雰囲気が変わってて。なあ、あと、持田と持田の妹にも会ったよ。本当か？あいつらも無事なのか？うん。なんか妹がはぐれてたみたいだけど。森重くん、それ手に持ってるもの。ん？ああ、これ。この先の通路の床下で、見つけたんだけど。何かのまじない？これ、いるの？じゃあ、渡しとくよ。俺は今、人探しでそれどころじゃないんだ。じゃあね。なんだよ、委員長。その目は。そうだ、持田が一の絵で待ち合わせしようって言ってたよ。ああ。多分よ。鈴本のいるあの場所じゃなくて、近くの床にでも転がってたんだろう、これ。じゃなきゃよ。変な、怖い。あの人手血まみれだった。目がない。返してあげるべき体の部分がこれじゃ足りてない。どうしよう。すげえ、やったな篠崎。これで3人か。あと1人、赤い服の。おい、ユ
霊と喋ってるとどんどん自分が死に近づいていく感覚がする。わかる？だんだん自分の死に顔が。頭の中にはっきりと浮かんでくるの。すごく嫌なイメージ。帰りたい、帰りたいよ。お母さん、お姉ちゃん、持ちたく。篠崎、わかった。次俺がやるからよ。だからしっかり。おお、あ、また地震か。だ、これでかいぞ。失ってたのか。あ、どこだ、ここは。ここ、俺らの教室。マジかよ。篠崎、しっかりしろよ。おい、息はしてるな。篠崎、おい、起きろよ。岸沼君。見てみろよ、マリー。俺も信じらんねえんだけど。嘘。あ、かえっ、本当？ここ、ここは？マジだよ。ほら、俺の机だ。本当だ、見て見て、私の机。ってことは、うん、私たち帰ってこれたのよ。やったー。さあ、ざま見ろ、チキザー。もう帰ってこられないかと思ってた。
サトシやユイ先生たちは帰ってきてねえのか。8時を過ぎて真っ暗な校舎の中に居残ることになるとはな。現実感ねえな。これ現実か？さっきまでのは夢だったんじゃないか。どこで何やってんだろう俺。どうした篠崎。なんだこりゃ。終わってないの？まだ終わってないの？お前は。私が誘拐されたあの日朝、私はお母さんと喧嘩をしてしまいました。何を言ってるの？わかんねえよ。お母さんと顔を合わせるのが嫌で、学校の後私は家へ帰らずに、ぼーっと渡り廊下にしゃがんで雨を眺めていました。そうしたら私の隣に吉和先生が座って、うんうんと私の話を聞いてくれたのです。先生、言葉を話せない病気だったけれど、心は優しい人だったから私は好きでした。けれど生の菅野ゆきちゃんね。さっきはありがとうございます。殺された私たちを成仏させようとしてくれて。結局成仏はできたのか？なんでお前まだいるんだよ。いいえ、できてません。あなたたちから言葉を奪った、抜き取られた舌は返したし、
あなたたちにひどいことをした犯人には懺悔させたけど、やっぱり許せない。私たちの成仏に許す許さないというそれぞれの意思は関係ないんです。懺悔とは犯人と被害者との間に存在して、それ単体で私たち被害者の霊を動かすものです。私たちが天神小学校を異空間に閉じ込めている霊場の断片だから、私たちを動かすという方法は正しいと思います。だけど足りていないんです。犯人の懺悔が。あいつの文化人形が喋った言葉では足りないってこと？あれは血、で、なんだよ、なんだって無関係の人間を何人も何人も閉じ込めてるんだ。俺たちをあそこに呼び寄せたのはお前ら子供の幽霊たちだろ。それは違います。だと？私たちは異空間をつなぎ止める歯車に過ぎなくて。お前、鈴本を殺したじゃねえかよ！待って！え？もう少し聞こう。くっ、お姉さんたちだけでも無事に遅れてよかったです。なんで急に俺たちを気遣うような言い方すんだよ。私のお姉ちゃんに聞いたことがある。強い未練を残したまま暴力的に命を搾取された霊魂は普通の人で言うところの錯乱に近い状態でとどまってしまうって、いろんな感情や思いがごちゃ混ぜになってしまっているから、本来の優しい心と聖者への妬みや敵意の気持ちとコントロールできずに感情がくるくる変わるって。お前の姉さんって霊能師の？うん、ちょっと違うけど。どっちもこいつの本音ってわけか。だったらお願い、他の生きてるみんなも、持田くんや先生たちも連れてきてあげて。ねえ、できるんでしょ？もうそれは無理だと思います。どうして？あの空間はたくさんの無関係な命を食べ過ぎました。あそこで死んだ人たちの恨みの念がもう満員だから、行き場をなくした悲しい思いたちの影響で全ての霊がわずかに残った理性を失い始めています。私だってもうすぐまた生きてる人を
ただ無差別に襲うだけの怨霊になってしまいます。あなたも味方してくれなくなるのね。だったらなおさら急がなきゃ。何か持田君たちを助ける方法はないの？一つだけあります。どうするんだよ。お兄さんも知っている方法です。あの場所へ戻って、私たち天神小学校の児童4名誘拐殺害事件被害者の霊をみんなを成仏させてくれれば、歯車を失った異空間に大きな歪みが生まれます。そうすればもしかしたら、あそこへまた戻るのかよ。それにせっかく残りあと一人だと思ってたのに、そんなつもりのお前ら3人も成仏してなかったしよ。どうしてさっき口ごもったの？成仏できなかった理由。それは思い出したくないんです。でもどうしても知りたいのなら教えます。あの時のこと。あれ？どうなったの？私気絶したはずなのに意識がある。真っ暗だし体が動かない。なんか疲れた時になる金縛りみたい。ここは体が動かない。犯行現場で唯一生き残った赤いワンピースの女児、篠崎幸子。幸子の家族は事件後怯えるように他県へ移っていったとされている。驚いたことに、この篠崎家についての記述はこの事柄以外、当時の書類や文献のどこを見ても何を見ても見当たらない。惨劇の舞台となった学校や現役校長の嫡男による凄惨な犯行、そのスキャンダラスな背景の取材に目がくらみ、この小さな生存者の聴取がおろそかになったのではと予想したが、そうではなかった。誰も幸子のその後をたどることができなかったのだ。
体は金縛りにあったみたいに動かせないけど、部屋の光景が見える。私の他に男の子が一人、女の子が二人、顔に見覚えがある。みんなあの犯人に殺された天神症の子供たちだ。まだ生きてるけど、私を含めみんな手足を縛られて床に転がされている。だから私も体が動かないのかしら。され何も見えない。手足も縛られてるから目隠しを取ることもできない。こうしていると恐怖は余計に倍増する。耳がどんどん敏感になる。周りの子たちのおえつの声が狭い部屋に反響して、私も恐怖で頭が割れそうになる。何するのよ！どうして目隠しなんか！ねえ、話して！もう、足ほどいてよ！何度も叫んだけど、男は私から離れていった。順番って何？とは思えない凄まじい音波のような叫び声。端っこにいた男の子だ。それが延々と続く。今まさに殺されてるんだ。なんてこと、なんてこと。こんな残酷な目に遭ってるのに、なぜせめて早く神様は意識を奪ってあげないの。何十分経っただろうか。何度も何度も繰り返し絞り出された男の子の叫び声は
とうとう聞こえなくなった。入れずに女の子の悲鳴が上がる。これももはや音だった。飛んでるんだろう。わからないけど、とにかく早く楽にしてあげて。やがてゴンと何か重いものが落ちる音がして静かになった。大きくなる足音、ぞわりと全身の毛が逆立つ。胃から下に氷を詰められたような、一瞬にして下痢になったような丘。順番、私は何を安心しているんだろう。隣の子が死んだら次は私の番じゃない。髪の毛をつかまれ、頭をグイッと持ち上げられる。同時に目隠しを取られると、犯人の顔が。天神小学校の開校当初から閉鎖されていた地下室で、行方不明だった児童たちの亡骸が発見された時の現場は、まさに賛美極まる凄惨な光景だった。鑑識の調査の結果、凶器は逮捕時に犯人が手にしていた大きな立ち切りバサミと断定。躊躇があったのか、男のものにしては軽めの力で、しかし執拗に殺意を持って犯行に及んだことは確実であった。公式発表では、児童たちの死因は舌を切り取られたことによる失血死とされていたが、実際にはもっとむごたらしい凶行が行われていた。以下は規制によりメディアで報道されていない殺害の手口である。現場で惨劇を目撃した幸子の証言に基づいている。手足を縛られ、目隠しをされた被害者たちは一人ずつ距離を置いて寝かされ、順番に殺されていった。一人はハサミで腹部をめった刺しにされた上に臓器を抜き取られショック死。臓器は地下室の土床に粗雑に埋められた。一人はハサミで数十回にもわたって頬を刺され、口から上の顎部がちぎれ死亡。目隠しを剥ぎ取られ、私の目の前にさらされた光景は想像を絶していた。
血まみれの大きなハサミを手に、私を見下ろしていたのはさっきの大男ではなく、捕らえられていた子供たちの一人。帰り地で顔が真っ赤に染まった小さな女の子だった。正気のない灰色の目でじっと私の目を見据え、ついケタケタと笑い出した。ハサミは不快な音を立て、せわしなく開閉を繰り返す。その錆びてボロボロになった血まみれの切っ先は、スッと私の目に向けられた。一人はハサミで眼球を何度も刺された上に、スープのように潰れた目玉をえぐり出され、苦しみ抜いた末に失血死に至る。その後、なぜか犯人は3人の遺体から舌をハサミで切断している。執筆している私も胸の悪くなる。まさに悪魔の所業である。児童3人が惨殺される中、唯一生き残った少女幸子、保護された後、泣きじゃくる彼女の証言から追及が進み、義和は送検された。言い換えるなら、彼を犯人確定に追い込んだ張本人である。彼女には自宅の所在も家族構成も一切の記録が残っていない。というより、はっきり言えば存在していた痕跡が全くないのだ。ここからは仮説になる。果たしてこれは本当に義和の犯行なのか。児童たちを殺害したのは本当に義和なのか。後期の義和は言葉による他人とのコンタクトは不自由だったとはいえ、基本的にはおとなしく、他人に危害を加えるような性質ではなかった。これは彼を取り巻いていた親戚や付近住民の証言も聞くことができたので確実だ。突然このような凶行に走る道理がないのである。一方、それまで健康であった義和の父親、
柳堀校長が突然奇怪な言動や行動を取り始めたのもこの時期だ。何かに取り憑かれたように屋敷の壁一面に意味不明の漢字の羅列を書き殴ったり、何者かに怯えるように部屋の隅にこもり大声でわめいたり暴れたり、こちらも相当な事態になっていた。そこに私は人知を超えた力の動き、巨大なる呪詛の側面を見ている。開校当初より閉鎖されていた天神小学校の地下室に関する何か大きな呪いの存在。この連続児童誘拐殺害事件より更に遡ること20年、おぼろげながら真相を知る手がかりを私は見つけたように思える。廃校になった後、取り壊されて別の学校が建っている現在では、失われた天神小学校の地下室を調べることは不可能だが、私の助手が興味深い方法を見つけてきてくれた。不可能が可能となるかもしれない。これよりその準備に出かける。詳しくは次回の連載にてお伝えしたいと思う。楽しみにお待ちいただきたい。